ダラーラ P217 は2017年 FIAACO 規定のルマンプロトタイプ2クラスに合わせダラーラによって製造されたプロトタイプスポーツカー。このマシンはインスタウェザーテックスポーツカー選手権のルマンプロトタイプ2クラス規定にも適合している。FIA 世界耐久選手権やヨーロピアンルマンシリーズでも活躍したマシンは 2017年シルバーストン4時間レースでデビューした。2017年シルバーストン4時間ハイクラスレーシングマシンはダラーラが2017年からルマンプロトタイプ2の新車を製造するためのライセンスを受けた4社のうちの1社になり開発された。これはアウディアール 18TD 以来となる LMP マシンである。マシンはイタリアの雑誌オートスプリントによると 2016年10月下旬にイタリア北部のオートドロモリカルドパレティで最初のテストがされた。2017年シーズン中にこの車はスプリントキットに根本的な問題があることが発見された。このスプリントキットはルマンロードラックキットとして公認され引き継がれている。その結果、ルマンで車のバランスに大きな問題が生じた。 ユノテールなどのロングストレートでのスピードだけでなく、トラックの曲がりくねったセクションでのペースの欠如も明らかだった。この原因は後にスプリッターであることが明らかになった。その後、車の問題を解決するために、2018年シーズンに向けてエボキットが取り付けられた。標準のハイダウンホースエアロパッケージ用の新しいスプリッターと改良されたルマンドードラッグケット、 エボパッケージの公認に先立ち、改良された車は、カスタマーチームのチェキラールビ・ビロルバ・コルセの手によって、アルガルベ国際サーキットでテストを受けた。2017年プチルマン、アクション・エクスプレス・レーシングの、マスタング・サンプリング・レーシング、キャデラック・ドッピー・ VR この、デートナ・プロトタイプ・インターナショナル規定の、バリエーションモデルは、ゼネラル・モーターズ。 およびウェインテーラーレーシングと共同で開発された。2016年11月30日に発表され、グランダムシリーズおよびインスサユナイテッドスポーツカー選手権で成功を収めた、コルベットデートナプロトタイプの後継者。GM の LS ベースのスモールブロックエンジンを搭載している。もともとは ICR エンジンによって設計、開発、 製造された6.2リットル V8 エンジンで6速、エクストラック製トランスミッションと組み合わせて600馬力を発生する。2017年デートナ24時間でデビューを果たしたマシンはウェインテイラーレーシングとアクションエクスプレスレーシングで1位から2位フィニッシュし、ユナイテッドスポーツカー選手権の全10戦のうち7戦で優勝した。2018年、 エンジンの排気量は5.5リットルに変更し、再び石あるエンジンによって製造され、馬力は 580HP になった。太字の結果は、ポールポジションを示す。イタリック体の結果は、ファステストラップを示す。太字の結果は、ポールポジションを示す。イタリック体の結果は、ファステストラップを示します。レーシングチームネダーランドステップスアップ2。 WEC スポーツカル 365HTTPS スポーツカル 365.com レモンズウェックレーシングチームネダーランドステップスアップツーウェック2018年12月4日閲覧 AB ダララ P217 レースカーエンジニアリング レースカーエンジニアリング、http コロンスラッシュスラッシュ w w w r a c e c a r e n g i n e r i n g c o m スラッシュカーズスラッシュ dalar-p2177 スラッシュ2018年12月4日閲覧ダララ LMP2 カーブレークスカバースポーツカル 365https スポーツカル 365.com レモンズウェックダララ LMP にブレイクスカバー2018年12月4日閲覧ダララアップスダウンズイン LMP DAILYSPORTSCAR.com www.dAILYSPORTSCAR.com 2020年1月4日閲覧 ダララディテールズ LMP ニエボキットアップデーツ、スポーツカル365、https、スポーツカル 365.com、レモンズ、ウェック、ダララディテールズ LMP ニエボキット、アップデー,トーツ、2018年12月4日閲覧。ダララ、ジョーカー、パッケージオントラック AT ポルティマウ DAILYSPOORTSCAR.com。 www.dailysportscar.com2020 年1月3日閲覧 cadelac.pvrunveiled スポーツカル 365https, s p o r t s c a r 3 6 5 c o m インスタスク c a d e l a c d p i v r u n v e i l d 2 0 1 8年12月4日閲覧 cadelac プレスルーム ユナイテッドステースドビー VR レースカーメディアドットグラムドットコム HTTPS コロンスラッシュスラッシュメディアドットキャデラックドットコムスラッシュメディアスラッシュアスラッシュイエヌスラッシュキャデラックスラッシュビークルズスラッシュ DPI ダシュ VR ダッシュ RACE ダシュ CAR スラッシュ二零一七ドット HTML 二零一八年十二月四日閲覧 キャデラックドッピーチームズ2レースウィズスモーラーエンジン。レーサー、https、レーサー .com、2018、01、04。キャデラック dpi チームズ2レースウィズ、スモーラーエンジン。2018年12月4日、閲覧。ありがとうございます。